岡林の先輩に対する畜生発言がヤバすぎる。今季初代ミスタードラゴンズ西澤道夫さんの連続試合ヒットの球団記録を74年ぶりに塗り替え、オフには侍ジャパンにも選ばれた岡林。物おじせずおちゃらけたキャラクターで、ファンからも選手からも愛される岡林だが、仲の良い先輩の加藤に対する扱いがあまりにもひどすぎると話題に。地元のラジオ番組に出演した岡林は、ファンからの加藤選手にいつもスタバをご馳走されているみたいなので、今年はご馳走してあげたらどうですかとの質問に対し、いやいやちゃんと先輩していると思うのでと答え、さらに僕たちのショーペイとしてや、スタバの時はショーペイですなどと、まさかの先輩をショーペイ呼ばわり。日頃から加藤を兄貴分として慕う岡林だからこそつけられるものすごいニックネームだ。